クルハッピーズマは、フランスローヌ県リヨン出身のサッカー選手。フランス代表、プレミアリーグウェストハムユナイテッド FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、クルトズマと表記されることもある。2009年から AS サンティティエンヌのユースチームに所属し、2011年にトップチーム昇格した。8月31日。 クープドゥラリーグの FC ジロンダンボルドー戦でプロデビューを果たした。2014年1月31日、イングランドのチェルシー FC は獲得したと発表したが、シーズン終了までは AS サンテティエンヌにレンタル移籍した。移籍金は1510万ユーロ前後とみられる。2014年のチェルシーのプレシーズンに参加し、 7月27日の試合でチェルシー初得点を記録した。2017年7月21日、チェルシーと新たに6年契約を締結し、シーズン終了までストークシティ FC へレンタル移籍された。2018年8月10日、シーズン終了までエバートン FC へレンタル移籍が発表された。エバートンでは対人での強さを発揮し、 ポジションをつかみ、シーズン終了後にはエバートンが買い取ると報じられていたが、レンタル元のチェルシーが補強禁止処分を受けて代わる戦力を獲得できない事情もあって復帰した。2019から20シーズンは、アンドレアス・クリステンセンとコンビを組むが、8月31日のシェフィールド・ユナイテッド FC 戦で同点となるオーンゴールを献上したため、 サポーターから批判をアビジン種差別を受けるなど不安定さを露呈。以降はフィカヨとモルとのローテーションが続いた。2020から21シーズンは主にシアゴシウバとセンターバックのコンビを組ディフェンスの主力に定着。中でも身体能力を生かした空中戦で強さを発揮し、セスフットボールアブザーバトリの統計によれば守備時における 空中戦の勝率が96%を超え、ヨーロッパ主要リーグでトップの記録である。2021年8月28日、ウエストハムユナイテッド FC と2025年夏までの契約を結んだ。フランス代表として各世代の代表を経験し、2011年に UEFAU-17 欧州選手権、2011 FIFAU-17 ワールドカップにも出場した。2014年11月の UEFA ユーロ2016予選でフランス代表に初招集されたが、2016年2月に膝の前十字人体を負傷し6ヶ月の長期離脱を余儀なくされたため、地元、フランスで開催された UEFA ユーロ2016への出場は叶わなかった。 2018年のロシアワールドカップでは予備登録メンバー11人の1人に選ばれるに止まり大会出場はならなかった。ありがとうございます。